戦後生まれの戦後生まれのお父さんお母さんありがとうございました。私たちは大きくなりました。大きくなりました。そして今戦前を生きています。1945年、僕たちを焼いたあの光、その光を小分けにして回路の中に入れたのだ。一人目の彼はどんな人だろう。何十年目の戦死者へ行く。あの夜、村は蹂躙され焼き払われ、ギランは母親の手首を切り落とすことを強要される。さあやれ。ラビにもた暗闇と絡まっているだけ。偽物に飽きた、いざしたふりしたい未来、ふりしたいふりしたい。だから人のふりして愛のされ名前は笑顔いがおばあ思い出すのはあのオリンピック、2020年東京オリンピック。完全に守り抜く何もないふりをして「この命完全に」